阪神競馬、11レース、フィリーズレビュー、1400です。能力偏差値ですが、A ランク1等、C ランク5等のレースとなります。これから偏差値上位馬の適正分析を、指数グラフで解説していきます。最後に、適性を反映した予想印を公開します。それでは指数グラフへ切り替えます。指数グラフの基本的な見方ですが、横軸は日付の時系列、 右端が今回のレースとなっています。指数は青色の折れ線で表されます。黄色線は連帯目安ラインとなります。この黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。それでは指数グラフを使い解説していきます。暫定20丸を打っています。 2層前に黄色線を上回っています。特に前層は、黄色線を10に上回る優秀な指数をマークしています。上がり指数が高評価できるのは、2層前は黄色線を8上回っています。5層前は黄色線を7上回っています。能力的には一歩リードしています。連帯確率は高いです。指数の青線の傾向を見ていきます。指数の青線が右肩上がりで成長中です。 さらなる成長による上積みが見込めます距離適性を見ていきます距離は紫色の丸です今回は1400メートルとなります指数がピークとなっているところを見ていくと1層前はオレンジ色の着順が3着で紫の丸が1600 1600が適距離ですが2層前の紫の丸今回と同距離の1400ではまずまずの指数をマークしています1400も守備範囲です 展開面を見ていきます先行力分析シートに切り替えて一角侵入予想図によりレース展開予想を解説します右側の一角侵入予想図ですが逃げ馬が1頭います先行タイプが4頭いますこの一角侵入予想図の状況からはミドルペースが予測できます客室による有利不利は少なそうです指数グラフに戻ってこの馬の客室を見ていきます一角通過順位は オレンジ色の四角で表されます指数がピークとなっているところを見ていくと一走前は6番手からの競馬です中段より前目からのちょい差しが良いタイプです展開分析シートを見ていきます先行力は63で9位です上がり指数は67で3位ですまずまずの先行力で前目につけられそうです展開面は若干のプラス評価をしていいですレース間隔を見ていきます 横軸一目盛りが2週間の1開催を表します。今回は1。3週間の休み明け初戦になります。鉄砲が効くか、大きなリスクがあります。レース間隔はマイナス評価していいです。上適性を見ていきます。指数の上の漢字が開催場を表します。ここが数字だと当地阪神での出走です。阪神では他の開催場と比べて高指数をマークしています。上的性はプラス評価していいです。 次の馬を解説していきます。暫定丸を打っています。4枠6番、シカゴスティングです。能力偏差値は2位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、前層、2層前に黄色線を上回っています。能力的には、2番手グループの一角で、連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、1層前は、 紫の丸が16001600が適距離ですが2走前の紫の丸今回と同距離の1400ではまずまずの指数をマークしています1400も守備範囲です展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと1層前は花を切っての競馬です花を切って逃げが必須のタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は63で8位です 上がり指数は58で9位です。先行力は評価できません。逃げられないリスクがあります。展開面は若干のマイナス評価した方がいいです。レース間隔を見ていきます。今回は13週間の休み明け初戦になります。鉄砲が効くか大きなリスクがあります。レース間隔はマイナス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定黒三角を打っています。6枠10番、ドナベティです。 能力偏差値は3位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、前層、2層前に黄色線を上回っています。能力的には、2番手グループの一角で、連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、1層前は、紫の丸が1600、2層前は、紫の丸が1400、1400は守備範囲です。 展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、一層前は後ろから、2層前は7番手からの競馬です。後方からの差し、追い込みが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は52で13位です。上がり指数は59で8位です。平凡な上がり指数で、させないリスクも若干あります。展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。 レース間隔を見ていきます。今回は13週間の休み明け初戦になります。鉄砲が効くか大きなリスクがあります。レース間隔はマイナス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定白三角を打っています。3枠5番、カルチャーデーです。能力偏差値は4位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では2層前に黄色線を上回っています。能力的には 2番手グループの一角で連帯四角は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、2走前は、紫の丸が1400、1400は適距離です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、2走前は4番手からの競馬です。中段より前目からのちょい差しが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。 先行力は78でトップです。上がり指数は53で13位です。まずまずの先行力で前目につけられそうです。展開面は若干のプラス評価していいです。レース間隔を見ていきます。今回は13週間の休み明け初戦になります。鉄砲が効くか大きなリスクがあります。レース間隔はマイナス評価していいです。過去1年間の対戦成績を見ていきます。 暫定2 0丸を打った1番の対戦成績は6番に対し1勝0敗10番に対し1勝0敗5番に対し1勝0敗と勝ち越しています。1番の対戦成績は高評価できます。暫定丸を打った6番の対戦成績は有力馬との対戦成績は束と遜色ありません。暫定黒三角を打った10番の対戦成績は有力馬との対戦成績は束と遜色ありません。 暫定白三角を打った5番の対戦成績は有力馬との対戦成績は束と遜色ありません以上の適性分析を考慮しました最終の予想印です本命20丸を打ったのは1番コラソンビートです能力偏差値はトップの A ランクですレース感覚にリスクはあります展開と対戦成績と調子と上適性を高評価しました対抗丸を打ったのは 5番カルチャーデーです。能力偏差値は4位の C ランクです。レース感覚にリスクはあります。距離と展開を高評価しました。黒三角を打ったのは10番ドナベティです。能力偏差値は3位の C ランクです。レース感覚にリスクはあります。白三角を打ったのは15番オメガウィンクです。能力偏差値は5位の C ランクです。距離と レース間隔を高評価しました以上指数グラフメソッドによる能力適正予想の例を紹介しました指数グラフに加え新聞コメントや調教などの情報も加味すれば必ず回収率向上につながりますぜひ指数グラフメソッドをお試しいただきご自分なりの予想方法を確立いただければ幸いです